で、これが今セットアップしてるから、これで今 YouTube に飛びましたね、小沢くん。はい、始まりましたか。始まりました。はい、で僕今ちょっとこの URL をもう一回 Twitter で飛ばしておくんで、はい、その間喋っちゃってますね。ちょっとチャットを見といてください。はい、早速20名あ、来てくれました。はい、来ていただいてますね。おい、ふざけんなよ、電話が怒られちゃうな。誰が一番早くにこんばんは。ひろき野沢さん、ありがとうございます。あ、でも昨日も来てくれたんじゃないかな。あ、そうですか。うん、はい、ありがとうございます。これでも昨日初めてまともにブンデスについて話をしたんですけど、いや、すごかったですね。俺こんなにブンデスのこと話すんだと思って。いや、話せるでしょ、そりゃ。完璧にブンデス野郎になった。そうでしたね。ああ、意外に。ゆうちゅんさん、アーカイブは残ります。残りますよ。ああ、よろしくお願いします。よかったよかった、お願いします。うん、よいしょ、よかったよかった。皆さん、9時ですけれども、ちょうど J リーグ TV での原さんのライブ配信もご覧になった後に参加いただいてるんではないでしょうか。僕も見てましたよ。あ、そうなんだ、俺全然見てない、はい、もうだいぶ世の中通常に戻ったんでしょうか。そうですね、結構皆さん忙しくしてんじゃないですか、逆に。うん、我々も今月は結構忙しくなりそうですもんね。もうだって何ヶ月ぶりですか、3ヶ月、丸々3ヶ月ぐらい。そうですね、本当に。まあ、リライブを2回ぐらい担当させてもらったのかな。パリと、バルサパリのセカンドレグと、はい、で2つ目が確かチェルシーアーセナルって結構昔のやつなんですが、うん、はい、多分4月5月1本ずつですね。それしかやってなかったので、はい、あとはひたすらあれですね、自分たちの場所の方でね。そうですね。うん、まあ新解説メインで我々はこの、そうですね、4月5月は楽しく過ごしてましたけどね、ある意味でね。だから仕事してない感じはない、仕事してないというか話してない感じはないんだよね。はい、逆にたくさん話してるんですよね。たくさん話してるし、たくさん過去試合見れて楽しかったです。そうですね。はい。過去試合からなんか今にこうつながる部分があったりとか、比較すると、はい、やっぱちょっと過去な理由もわかるしね。まあその時代があって今があるっていうのもこう、はい、つながってくるものがありましたもんね。はい。うん。確かに確かに。あ、中野さんね。中野さんはグループに入ってくれてる方だね。あ、そうですか。うん、ありがとうございます、うん、結構ねグループに入ってくれてる方もこのライブ配信昨日もコメントをくれたりしてましたもんね。そうですね、はい、でコメントのところでいろいろ宣伝もしてくれてるんでありがたいですね。我々してくださいとか一切言ってないですけど、うん、まだチャット見ながらだと意外に話はしやすいなと。はい、俺も昨日一人だったんでどんぐらい話せるのかなと思ったんですが、うん、まあ自分でよ、まあ、勝手に話すこともあったんだけど、チャット見ながら、まあ、拾わせてもらって、うん、それでいろいろ話をしたら2時間弱話したもんね。ちょっと話すぎじゃねえかって自分で思いました。もう配信終わったら家族全員寝てました。しょうがないです。うん、いや、まあでもブンデスもやっぱり今ね、こう、まあ、ポルトガルは始まりましたけども、ヨーロッパの5大リーグでは一番早く始まって、うん、やっぱりね、興味深い試合もチームも多いから、うん、まあお客さん入ってないからどうしても盛り上がってる感はないんだけど、
試合、試合を見させてもらえると、まあ、その選手の真剣具合と、あ、実際その試合の展開の速さとか、うん、戦術的な部分のぶつかり合いとかは、まあ、きちんと行われているので、ただ再開するまでのトレーニングがどれぐらいその、ね、あの、まあ、いわゆる試合も含めて準備ができたのかっていうのはちょっとわからないし、どっちかっていうとやっぱり、まあ、技術力が高くて、まあ、スローペースでもプレーができるチームの方が結果出てるのかなという感じはしましたけどね。プレッシングベースの方がちょっときついのかなっていう、うん、うん、まあ、5人交代できるから、その交代も含めてうまくマネジメントして、あの試合をつなぐってことはできそうな感じはしたんだけど、やっぱり、まあ、コンディションの分もあるかもしれないし、連携の分もあるかもしれないし、特殊な戦術を採用するチームの方がひょっとすると戻しきれないとか、うん、ちょっとこう90分も続かないかなっていうところはあったかもしれないですね、うんうん。まあ、確かにね、レバークーゼンとバイルの試合か、ね、ライブで配信されてましたけども、うん、あの試合見ても入りで言うとレバークーゼン相当強度は高かったけど、あれがなかなか続かないというか、ね、まあ、もちろんバイルの技術力とか、うん、やっぱりチームとして持ってるものっていうのはあるにせよ、うん、あれを90分続けるのはこの、ね、過密日程の中で相当難しいですもんね。そうですね、難しいっていうのもあるし、今結構レバークーゼンの方が針が触れてる感じなんで、うん、ね、あの前に出たら 前で止まるっていう感じだから、やっぱあれだけバイルの選手たちが、はい、あの、まあ、上手いし連携が取れて、蹴れる選手がポンってボール持った時に1本で背後を捉えちゃうとか、うん、まあ、そういうのもありましたけど、ただなんか明確にあのぶん殴りに行く感じっていうんですか、はい、もう俺たちは今日お前たちを殴り倒すんだっていう感じをレバークーゼンがちゃんと出して、はい、で明確にぶん殴りに行って、でバイルも若干こうパンチかするみたいなところはあったんですけど、うん、やっぱりセンターバックとキミヒのところでうまくちょっとずらしたりとか、うん、止めプレッシングを止めたりとか下げさせたりとかっていうところから、うん、まあ、試合変えてったんで、まあそこら辺はやっぱり、まあ、監督がうまくマネジメントしてるメンタルの部分もあると思うんですけど、選手個々の持っているインテリジェンスと、まあ、共有できている戦術のベースのレベルの高さみたいなところは感じましたかね。まあ、あとやっぱりね、センターバックスーパーアラバがいるんで、いや本当そうですよ、どこのチームも彼をどうやって抑えるか、うん、まだ答え、まあ、この前一つこう見えましたけどね、そっち側に人を出していくっていうのは見えたんですけど、うん、はい、だまあ今度またキミッシが、ね、降りたり少し間入ったりっていうところでうまくさば、まあ、き始めたところもあったし、もちろんボアティングも蹴れるから、うん、アラバだけ止めればいいってわけじゃないのがやっぱりバイエルの強さなんでしょうけどね。おっしゃる通り、うん、あら、ジョン・ヨンペンさん、ありがとうございます。はい、バルサファンなんですね。チャビとメッシの共演はありえますよ、十分。ありえるよね。はい、もう、うん、多分バルサのフロントで、まあ、現地のサポーターもやっぱり共演を見たいっていうところはあると思いますし、まあ、メッシも今は、1年ごとに契約延長をしていく、もうイニエスタの、うん、最後と一緒なので、まあ、メッシが望む限りはバルサに、うん、てもらうということで、まあ、来シーズンも、はい、やることはほぼほぼ、ね、はい、まあ、メッシから出ていく、引退と言わない限りはバルサは、うん、クラブがどうこういうことはないという形で生涯契約を結んでますので、まあ、うん、その期間に、うん、チャビ監督、メッシプレイヤーで見たいってやっぱりバルサは多いと思うんで、うん、十分、うん、もう来季から可能性はあると思います、うんうんうん、来季からの可能性が、はい、だからここでキケセッティンがタイトル取れないと、うん、まあ間違いなくないと思うので続投は。なんかキケセッティンが出すコメントっていうものは選手からするとちょっとずれてるって感じる部分はあるんですか。どうですかね、まあ、若干経験値のなさというか、うん、あるかもしれないですしね、うん、まあ、やっぱり本当にビッグクラブは初めてなので、まあ、ベティスやったとはいえ、うん、まあ、今までの彼の経歴でいうと、まあ、2部のルーゴであったりラスパルマスは大体自分が一番こう序列も上でマネジメントしやすかったので、さすがにバルサに来た時にはちょっとね、選手の方がやっぱり位としては上なので、まあ、選手側がちょっとそういう意味ではまだ受け入れてないような、なんかニュアンスとか感覚のコメントを見るときもあるかなと思いますね。でご本人はすごくあの嬉しいわけでしょ、モチベーションもあるだろうし、そうです、なんかこう、たどり夢の場所にたどり着いたみたいな、はい、なんかそんな感じちょっと受けるんだよね。
はい、ちょっとふわふわしてる感じ、はい、そこはすごくあって、でもやっぱそれだけじゃなくて選手としてはどう新しいものをもたらしてくれるんだっていうところで、うん、まあ、まだそこまでない、うん、だからメッシなんかもはっきりとこのままじゃ CL も今季のタイトルも取れないってインタビューでガツンって言っちゃってるんで、うん、なんかメッシのが地についたコメントしてるっていうところも含めて、はい、うん、まあちょっとまだ分かんないですかね。だどうやってそのじゃあバルサが CL が取れるのかと、まあ、昨シーズンも、ね、痛い逆転負けを喫して、まあ、どうしても攻守分断のところもあったりとか難しさはあるなと、誰が監督やってもちょっと難しいなっていうところがありそうなんだけど、はい、ちょうどまあこれ5月に自分たち のコンテンツでレアルソシエダ対バルセロナの試合も見ましたけど、はい、やっぱり本当にコレクティブに集団でうまく振る舞ってくるチームが相手になったりとか、猛烈にプレッシングかけてくるチームが対峙したときに本当に今のバルセロナでうまくそこを回避しながらヨーロッパの頂点までたどり着けるのかみたいなところはなんか一抹の不安みたいなのはないですかね。いや相当あるんじゃないですか。だからね、そこはもうバルベルデは割り切って方法2で、ね、うん、なんとかしのげるようにやってたんですけども、うん、まあね、こう道半ばというか3年目の途中でうん、まあ、スーパーカップでね切られちゃったんで、うん、まあ、その辺は接点になって、多分接点的には多分ね、そういうこう攻守分断というかメッシスアレスの完全に残してっていうよりも、なんかもう攻撃攻撃でなんとなく守備をしのごうって多分イメージ持ってると思うんですけど、それはもう多分できないと思うんで、まあ、そう攻撃攻撃でそのまま守備に行って持っていくためにはまず攻撃の方をしっかり整えて、まあ、確実に敵陣まで入っていって、はい、まあ、適切な距離とかサポートの中で攻撃をして、まあ、仮にボール失っちゃったらそのまま守備っていうことは多分必要になるもんね。だから今のバルサのスカットだったら、例えばペップ・グアラディオラがやってきたとしても相当難しいタスクになると思いますよ、うんうん、だからペップが08から12年までやってたのあの圧倒的なポゼッションと、まあ、トランジッションのサッカーって多分今のメンバーじゃできないと思うんで、はい、そうだね、うん、なんか本当に違うことをやらなきゃいけない中で設定がどうするのかなっていうのは見ものですけど、多分難しいだろうなって僕は捉えてますね。やっぱあの時代は中盤の3枚がゲームをコントロールしてたと思うので、今中盤の3枚のところでずっとコントロールできてるわけでもないと思うし、この辺はちょっと違いはあるんじゃないですかね。だいぶありますよね。うん、まあ、あとウィンガーのところもペドロがいたりとか、まあ、ビジャがね、うん、ウィンガーとしても活躍したりとか、うん、いろいろこう試行錯誤しながら毎シーズン違うことやってましたんで、うん、3、4、3使ったりもしてたし、うん、こうやって考えるとグリーズマンの評価と、まあ、あのチャットにもあったんですけど、グリーズマンの評価とか、まあ、来シーズン以降の立場ってどんな風に見てますか。まあどうでしょうね、まあ、来シーズン以降、まあコメントにもあったラウタロどうするとかいろいろありますけども、うん、まあ、ちょっと一旦今のスカットでこうやってみて、で個人的に今いろんな移籍の噂ありますけど、そうは言っても、うん、まあ、バルサの場合は、ね、こうそんなに大金積んで選手獲得できるほどの補強資金もないと思うんで、うん、まあ、今のところ現状の戦力の中でいってこ うまくしのぐしかないのかなっていうところは、まあ、ただこの中断期間明けでね、まあ、一番ポジティブなのはスアレスが戻ってくることなので、またスアレスが戻ってきてどうなるかっていうところじゃないですか、うんうん、で再開するともう、まあ、せっかくなんでそのままラリーガの再開の方に話を持ってっちゃっていいんじゃないかなと思うんですが、11日からってことかな、日本時間の11日の、はい、まあ、深夜という明け方か、次の日の、まあ、12日金曜の早朝5時が一部の再開ゲームですね、うん、セビージャ対ベティス、ベティス、はい、アンダルシアダ、これ大沢くんがやるの、はい、僕担当させていただきますので、うん、皆さんぜひダゾーンでご覧ください。再開初戦を大沢くんがやるのね。そうですね、うんうん、には重いですけれども5時か、5時です、皆さん見て、ね、起きてみましょうねこれね。いやまあディレイでもいいですよ、皆さんの時間に合わせてみてください。いやもうあと試合がなんかさ次から次へと迫ってくるから、はい、ディレイで見てる暇がないんですよ。まあそうですね、確かにね、うん、ラリーが再開して
他のリーグもありますからね、うん、だってプレミアまた始まっちゃったら、はい、プレミアの方もかなりこう小刻みに来るじゃないですか。はい、うん、だそこら辺はね、まあ我々はもう生活のスタイルは夜型に移していくしかないですね、これはね。そうだね。まああとはその皆さんがね、実際に試合を見る皆さんがどういう風な生活のリズムでまたこのヨーロッパのサッカーにフットボールにあのアジャストしていくのかっていうのが、はい、一つこうテーマになりそうだと、うん、で昨日僕の、まあ、一人でお話ししたライブ配信だと結構何時まで起きてるんですかって聞いたら皆さん遅かったんで、ああそうですか、意外に夜更かしの人多いなと、うんうん、まあ、確かにね、コメントではありますけど、うん、5時だったら寝て起きて早起きしてっていうところで、そうだね、出勤とか通学の前に、うん、見て気持ちよく出られる感じかな、5時だったら、うん、これが3時とかだと一番きついかもしれないですね。はい、うん、そうだね、僕の再開の初戦があの14日日曜日の26時半のレアルマドリーエイバルなんで、はい、多分この2時間の2時半のがきついんじゃないかな。そっちのが若干きついですね。しかも次の日月曜日なんで。はい。だ僕はもう諦めてますよ。いやいやいや。皆さんがのその試合を見るっていうのは。皆さん、戸田和幸、うん、復帰、再開、ファーストゲームですから、皆さん注目で。しかもラリーガでやってくれますからね、プレミアじゃなくてね。いや、僕はまあ、基本プレミアが担当だったじゃん。はい。だけどまあヨーロッパのコンペティションになるとその、ね、他のリーグとかラリーガのクラブもやっぱ話をするんで、であればもう少しバランスよく、まあ、見させてほしいなということを、まあ、お願いしたところから割と多分隔週になってるんですけどね、うん、だ僕はこの週は、マドリーエイバルで、はい、その次はプレミアの再開の初戦の、まあはい、まあ、シティとアーセナルなんで、お一番の注目カードですね。これが再開の象徴ゲーム17日だったと思うんですけど、はい、うん、だ多分交互に行くんじゃないかなっていう感じはしますが、はい、まあ再開の初戦なので、まあ、そのどれぐらいの準備ができてるのかってちょっと見えないもんね。そうですね、まあやっぱり、うん、メンデビラワー監督のインタビューもちょっとラジオで聞いたんですけど、やっぱ蓋開けてみないと全くわからんって言ってました、うん、ちょっとわからないですよね、これだけ間が空いてしまって、しかもまあトレーニングの方法とかもかなり限定されそうだから、うんうん、そうやっぱ監督が言ってたのはその、うん、まあ、準備期間1ヶ月ぐらい5週間ぐらいあるんだけど、やっぱプロトコール段階的にこうトレーニングの人数増やしていかざるを得なかったんで、多分初期段階でのトレーニングってやっぱ手応えないらしいんですよ、うん、ああそっか。でやっぱラリーガ結構厳しくて、そのラリーガから派遣してくるインスペクターがその練習場で本当にそれ守ってやってるかってチェックしてたらしいんで、うん、まあ、そうなんだ。メンディリバルも1回その6人が上限のフェーズのところで7、8人やっちゃって NG 食らっちゃったりしてたらしいんで、なんかやっぱそういうところは非常にやりにくかったから、やっぱ手応えあるのは10人ぐらいになってからのここ2週間ぐらいだなみたいなコメントをしてました。その10人っていうのは 1つのセッションを行う人数が10人ってこと？そうです、そうです。そうするともうそれ以上の人数で、例えばもう11対11みたいなできないってことなのかな？できないから分けて時間差ですよね。ピッチに立てるのが10人なんで、うん、そうすると本当にリアルなところのね、あの戦術的な確認とかさ、できないですよね。全然できないよね。はい、だからやっぱブンデスの多分再開した後もちょっと見てて感じたのは、うん、そこかな、やっぱりもともと持ってる技量が高い選手が揃ってるチームの方が、はい、あ、体力的にもね浪費しないで済むし、うん、うまくゲーム進められてるようには見えたんだよね、うんうん、そうかそうか、まあそう、あとエイバルもねこう練習場2面しかないんで、時差にしたらバルサとかマドリーみたいに何面もあるね、施設がいいところはその時差にせずにピッチいっぱい使って、ね、選手入れてやれたと思うんですけど、やっぱ、うん、エイバルなんかは本当に恵まれない環境なので、ちょっとあれ我々が見たところ、いや、そうです、そうです、あそこ、あそか、あれ2面しかなかったですよね。2面しかないんで、うん、そうか、できることに限りがあるね。限りはありますね、まあ、とはいえ、うん、まあ、再開直後に逆にバルサ、マドリーと当たっ
ってしまう方が逆にいいかもしれないですね、相手も。そうかな、わかんない。でも、まあ、でもボールを持たずにさ、やっぱりこの本当に、まあ、レバークーゼンの話じゃないけど、集団として明確にこう殴りに行くぞみたいな、うん、ところを前面に押し出すようなチームは、そういうきちんとしたこう積み重ねというか準備ができるかできないかって相当でかい気がするんだよね。はい、うん、だそこら辺は、まあ、初戦がいきなりエバラ・マドリーなんで、はい、どう出るのかなっていうところを、まあ、今聞いた話もちょっと覚えといてね、はい、まあ、見てみようかなとは思いますね。まあ、逆にマドリーはね、なんといってもアザール・アセンシオ帰ってきますんで、アザール相当調子いいみたいですよ、はいはい、あ、本当絞れてんの、はい、取ってないかな。いや大丈夫みたいですよ。もう紅白戦もやってスーパーキレキレだったっていう記事も出てるんで、うんうん、いや期待していいんじゃないですか、うんうん。まあ、ちょっとねヨビッチだけがなぜか自宅のレ、ね、こうトレーニングで骨折しちゃうみたいな。あ、そうなん、なるほど、はい、彼だけが抜けちゃいますけど、うん、皆さんはどうなんでしょうかね、どこに注目してるのかな、何がだと。まあ今だとやっぱね、マジョルカとか、マジョルカか、久保建英推しでマジョルカも最近行ってますんで。マジョルカが バルサか。そうですね、うん、だからいきなりね、日本人乾貴司、はい、久保建英がねこう、うん、ビッグツーと対戦するんで、ね、再解説としては非常に楽しみな説ですよね、はい。そうするとマジョルカとバルサが対戦するってことは、この説のダゾンの中継はあともう一試合どこやんだろう。ちょっとだからそのセビジャダービーに来たんじゃないですか。あ、それがセビジャダービーと、 あ、本当だ、はい、あとは あのビルバウとアトレシコでマドリーも多分つく、何かしらつくんじゃないでしょうか。うんうん、まあつくね、はい、つきますね。でレアルマドリーは、まあちょうどそのね、日本時間だと21時っていうところもあるんで、はいはい、まあ向こうのお昼の時間で、あのスペインもすでに相当暑いんで、北のバスクとかじゃないとデーゲームできないんで、そっか、土地によるんだな。現地14時キックオフなので、まあ日本、はいはい、アジアでは見やすい時間ですよね、うん、で、俺のソシエダはオサスナと対戦と、はい、11位オサスナね。これも地味ですけど楽しみですよ。うんうん、さすがね。あれ、これ小田君、あの一人で話すやつのこれ言っていいですか。はい、これはあの、うん、私の方が新解説の中で、うん、中でね、一人解説を初めて担当しますんで、そのゲームがリアルソシエダを指すなと、はい、でライブではさすがに、はい、月曜の5時になるんで、まあ、メンバーの皆さんにもちょっとね負荷がかかるので、こちらは月曜日の夜20時から、皆さんと一緒に一斉に用意ドンでリレーで見ながら、一人解説をしたいと思います。まあ、レアルソシエダ、多分事前情報がね、レアルソシエダはね、5月に我々徹底的に特集したんで、まあ、5月グループ入ってた方はある程度ね、試合も見てると思うんですけども、まあ、6月からの新しい参加者もいると思うんで、改めてレアルソシエダとか、あとオサスナ、それからバスクのクラブの情報もちょっと盛りだくさん入れながら、はい、試合解説、一人解説、まあ、ちょっと戸田さんとは違うスタイルも作りつつやろうかなと思ってますんで、僕はあのコメント荒らします。はい、楽しみにしております。まあ、そちらのグループはグループで、ちょっと一回僕はこのチャット内に、すいません、紹介だけさせてもらいますけど、チケットの購入のページね、はい、そうですね、うん、まあいろんな、まあ基本試合解説がメインなんですが、はい、まあ今回は僕はあのロッティーナ監督にインタビューできたりとか、まあこれまでもいろんな人に出てもらって、まあ、そういうなんかこう仕事をする人間としての、まあ、哲学とか考え方とか、キャリアの、まあ、作ってくるこうプロセスの話とかをまあ教えてもらったりとか、まあ、そんなこともやってるんですが、まあ、あとはライブ、まあ、こういうものも一つライブ配信なんだけど、まあ、そのグループの中でもやってますしね。はい、うん、
だ試合解説だけを実はしてるわけじゃないんですが、結構ボリュームがあると思いますね。本当なんか知らぬ間にいろんなコンテンツが毎月増えてきてますもんね、うん、まあせっかく我々の手を離れそうなコンテンツも結構ありますもんねそうだね、はい、まあ、せっかく人が集まってくれるので、なんかその人たちがみんなこう楽しめるようにいろんなこう場所があってもいいのかなっていうところをいろいろ考えたんで、まあ、出たアイデアとか、まあ、もらった意見とか感想を大切にしながらまあ来てるんですけども、まあ、小沢くんが一人で解説してもらうのも今月初めてですもんね。はい、そうですね。ね。でもダゾンの方ではもうやってるんだよね。はい、はい、ダゾンでは何回か一人解説担当させてもらってるんで、まあ、ちょっとまたダゾンとは違うやり方にしますけども。うん、うん、うん。まあ。まあ時間の制約ないしね。そうですね。はい、うん。で、やっぱ新解説の良さはこっち側が一方的じゃなくて、やっぱコメントがね、うんうん、非常にこう、まあ、ここでもありますけども、まあやっぱりグループのメンバーは。グループのメンバーより我々もね知ってる方々が多いので、まあ、そうい こうコメントを本当に拾ったり、うん、コメントの方が実は質がものすごく高くて、僕が、うん、あそうなんだって勉強させるようなコメントもたくさん出るということで、本当の意味でのインタラクティブな、うん、そうね、中継というか、まあ、配信になると思うので、まあ、そこはちょっと楽しんでいただけるんじゃないかなとは思いますね。いやでもインタラクティブって言ったら本当にインタラクティブだと思うよ。だってさ、はい、ズームでさ、まあ我々新解説カフェっていうちょっと可愛い名前つけちゃったんですけど、はい、ね、まあ大体平日のこれぐらいの時間ですよね、はい、時間を設定して、まあ、来たい人は勝手に来てもらって、まあ、そんなにこう込み入ったガッチッとしたサッカーの話じゃないですけどね、という時間も取ってるんでメンバーの人の顔も見えるし、先月だとそこに本当 J1 クラブの指導者の人が混在してたりとか、はい、ちょっと考えられないような空間になっててですね、はい、でも僕はチレッといますからね。いやでも僕はあれをやった時に、あ、よかったなと思いました。はい、分け隔てなく一つの空間にいろんな人がいて、うん、うん、J1 クラブのコーチの人も、ね、自分の意見は出してくれるし、まあ、試合解説の時もそうなんですけど、僕もだから試合解説してる時に誰だこのなんか やたら具体的で、うん、質の高いコメントが来てるなと思ったんですよ。はい、そしたら鳥栖のコーチだったんですよ。とかね、それがなんかまあそのグループの良さかなっていう。でそれを他の、まあ、一般の方とか指導者を目指してる人とかもコメントも見ながら、まあ、こっちからの解説も聞いて、はい、うん、っていうことができるので、うん、なかなかないな、ああいう場所はとは思ってます。そうですね。うん、だからまあ当然ね、こう本当に前のめりに参加してくださってる方は耳と目とね、いろんなこう、うん、負荷がかかると思いますけども、うん、その分ね、うん、楽しんでもいただけると思いますので。ほらまた来ましたよ。あ、来たまた来ましたよ。ほら来た来た、チャットの嵐係が来ました。ケン岩瀬来た。本当にいつも申し訳ないですが、はい、もうもう一桁ぐらい上げてくれてもいいんですけどね。上げすぎです。それ上げすぎです、そんなにここに寄付するんであればもう大分の医療従事者の方々にもうどんどん引き続きやっていただいて、もうみんな大好き岩瀬さんですよ。これもうコメントまた盛り上がってますよ。うん、多分それを感じたいんでしょうね、ケンさんね。もうみんな大好き岩瀬さん、本当いつ寝てるのか僕も心配ですよ。今日もね、今朝なんか6時過ぎぐらいに僕のところにメールありましたからね。ああ本当、はい、そうだった。あとはまあちょっとグループの話を引っ張りますが、はい、まあ、小沢くんもね、取材してくれた動画出してくれたりとか、はい、あれはオンラインででしょ。そうですね、昨日の、ね、プロ野球と J リーグの合同でやってる、まあ、専門家の先生に入ってもらってる、ね、はい、新型コロナウイルスの対策連絡会議の、まあ、記者会見オンラインで出て、うん、まあね、その全部は当然出せないですけども、まあ、自分が質問して、うん、それに対して専門家の先生とか、うん、質問した内容のやり取りを出して、うん、まあ、自分なりの、まあ、どういう意図でこの質問を聞いて、で実際にその質問を踏まえてその後どういうふうにこう、日本のまあ、スポーツメディアの中で
記事になってるかみたいなところも、ね、こう出してるので、まあ、これはなかなかやっぱこういうグループじゃないと僕もできない、うん、公開できない情報だと思うので、はい、まあ、なかなかそれをやっぱ SNS とか不特定多数の方に、ね、見てもらう、まあ、やっぱ出し方やっぱそこは変えなきゃいけないと思ってるんで、まあ、グループの方がよりリアリティのある、うん、こう情報を出せるっていう意味でもちょっと皆さんぜひそこはね、うん、まあ、気になるところだと思うので見ていただきたいなとは思いますけどね、うんうん、まあ、こういう場所はこの、まあ、YouTube であの無料のプラットフォームでいろんなこう情報発信とか情報交換ができるっていう良さもあるんですけど、まあ、有料の方だと大体皆さん、まあ、実名で入ってきてくれて、まあ、その上でコメントもするので、はい、まあ、すごく多分、まあ、気持ちがこもってるというか、うん、まあ、前のめり感がすごく出てるし、うん、まあ、SNS のいいところっていうのは多分 気軽にいろんなことがこう発信できたりとか、はい、っていう部分はあると思うんですけど、うん、まあ、自分の名前をちゃんと出した上で晒した上でなおかつ前のめりな姿勢を示してそこでなんかこう聞きたいことを聞くとか自分が考えていることを表現するとかっていうのはあの僕はすごく良いなと、うん、それでこそなんか人間が鍛えられる感じもするし、はい、それでこそ本当のコミュニケーションって感じもするし、うん、だから僕はまあそういう場所が、まあ、自分も基本的にはずっと名前で晒して生きてるから、うん、まあ、そういう人たちほどなんかこう、うん、ほらほらまた来ましたね、面白いですね、今度黄色になっちゃいました、黄色にとっと いや、応援していただけるのは本当にありがたいです、はい、うん、僕も今日1個動画出しました、はい、はい、いや興味深かったですね、やっぱああいう形でちょっとなんか、ね、うん、問題っぽく出してもらえると、いや、なんかこう、どういうことだろう、そういろいろ考えたんですよ、今までもずっと考えてて、うん、でこの、自分のチャンネルでもレビューとかいっぱい出してきたじゃないですか、うん、なんかもうこうですって自分が思ったものを出しちゃったら出された方はそれをとりあえず受け取ることで、うん、そうなんだなって思うか、まあ、受け取って終わる感じにちょっとなる気がしたんですけど、うん、まあ、先月のカフェの中でもなんかそんなことも要望として出てたのもあったんで、まあ、たまたま自分がこう試合を今日ちょうどフランクフルトとブレーメンの試合見てたんです僕は、うん、でこれはまあ僕の一人喋りで、まあ、せっかくだからポカールの準決勝やろうかなと思って、うん、バイエルとフランクフルト、はい、うん、でまあそれもあってちょっと見てたんだけど、どうもやっぱりその組織としての、まあ、ボールを運ぶ時のこう考え方というか実際に相手が行っている守備と、うん、だから簡単に言えばガチハマりしてて、はい、で何をやってもなんか抜け出せないみたいな感じになっちゃったから、あの上げ方だとハマりにいってるようなもんですもんね、確かにね、だそれを、まあ、僕には僕なりの見解があるんだけど、うん、それをただ出すっていうんじゃもう面白くないから、はいはい、でどっちみち試合見てない人の方が多いので、はい、その両チームの なんとなく そのスタイルの部分の説明とで、まあ、そのポジションの選手の特徴とで、まあ、ブレーメンだったらそのあフランクフルトだったらこういう形でプレッシングを行うんですけどっていうのだけ出させてもらって、うん、でどんな形で回避できるでしょうかみたいな、で自分の考えも別に、まあ、正解なのか不正解なのかわからないけど、うん、そういうのをみんなで一緒に考えたりとか、まあ、するようなものがあってもいいのかなと思ったんで、うん、それをちょっと急に思いついて撮ってで出してみました、はい、うん、いやいいと思いましたよ、あれ、うんうん、だから僕らのああいう形で入るとあれってこう考えて入るんでより前乗り目になりますね、うん、だから自分なりの、まあ、僕だったらこういうのがあるかなみたいなもう撮ったんですけどもうちょっと後に出そうかなと思ってます、うん、うん、だそういうのも今月はもうちょっと増やしてで、まあ、こういうこっちの自分のチャンネルにもそういうの出してもいいのかなって思いました、あ確かにね、だから例えば次僕マドリードエバルやるでしょ、うん、でまあ、マドリー対エヴァ のぶつかり合いのところはちゃんと中継で説明をして、はい、で終わった後にその僕はこう思ったっていうことを言わずに、うん、こんな戦い方だったけどじゃ例えばエヴァだったら他にどんなみたいなのが、まあ、あってもいいんじゃないかなと思いました、うんうん、常に自分の考えは持ってますけど、はい、まあ、自分の考えを出すってことも大事なんですけど、まあ、いろんなこう情報発信の仕方があってもいいのかなと思って、まあ、面白かったですって書いてくれてるんでよかったですけど、はい、まあ、そういうのもいろいろまた、まあ、思いついたらやってみた方がいいなと思ってやってます、うん、はい、うん、
だから本当に、まあ、小澤君に一人で解説してもらう試合も、今回は設けたし、まあ、もちろん僕もやるし、あとこれもグループのメンバーの人からあったけど、その僕たちが情報提供するのを見るんじゃなくて、例えば先にみんなでもこの試合見ましょうって見てもらって、で見終わった後にそのレビュー的なものを配信でお互いになんか意見出し合うとか、そういうのをやりたいっていう人もいたんで、まあそれはそれで面白いかなっていう、そういう企画もありかなとは思いましたね。そうですね。確かにこういろいろ発展性があって楽しいですね。毎月ね。だから結局やっぱりそこに足を運んでくる人っていうのは、ただ情報を受け取ることだけじゃ良しとしないってことなんだよね。だからそれこそが多分前のめりなんで、まあすごいなって僕は思いますけど、だったら僕もその場を作ったものとしては、そういう人たちの前のめりな姿勢をもっともっとこう表現できる場所とか、表現してもらった上で意見交換できる場所を作るっていうのはなんか義務な感じがしたんで、そうするとまあ僕も意外に自分が持ってない視点をもらえちゃったりする可能性があるじゃん。実際あると思うんで、それは。だそこはまあグループなんでまずいろいろやってみたりとか、あと本当にこの通常の中継の後に我々前ほら今できなくなっちゃったけど、ダゾンのブースで撮ってたじゃないですか。あれ完全に俺は小沢君のパクリなんですけど。であれが例えばできなくなって、まあそれを例えばホテルで撮ったりとかしてたんですけど、よくよく考えたら、もうその振り返りをライブ配信すればいいんじゃないかと思ったんですよ。ああ、そうですね、確かにね。そうそうそう。それも例えばもう、まあ試合によりますけど、まあこれは多分例えばシティアーセナルだったらいっぱい見てくれるなとかあるじゃないですか。じゃあもうそのままホテル、近くのホテル行って、もうライブ配信で、このボード持ってっちゃってホテルに、例えば。で、ライブ配信で振り返りやるとか。それはありだなって思ったんだよね、僕は。確かに。そういうのはまだまだなんか僕らできそうな気がして。やっぱりなんか停滞は、まあ、そこなんか継続は、同じことをずっと続けるっていうのは、基本的に停滞になっちゃうんで、常に新しいものを、やっぱ考えていかなきゃいけないというか、作り出していかなきゃいけないなっていうのは、考えてるのね。それは楽しそうだな。そうすると、まあ試合見終わって、まあ多分10分とか15分後ぐらいですよね。に、もうライブ配信で振り返りを始めるっていう。まあ、面白そうやん、それ。面白そう。それがもう、例えばもう CL のでかい試合とかになっちゃったら、絶対みんな見てるから、絶対面白いと思うんですよ。そういうのは、なんか今までは、なんかもうやっぱ少しずつ物事が動いてきてるので、まあレビューがあったらいいなって言って、まあ、僕とほら小沢君の場所で始めたものを見てくれて、それが例えばダゾンの方で、まあ、我々が最初にやったエルクラシコからですよ。あれから始まったんですけど、でもよくよく考えたらやっぱ終わった直後がいいなってずっと思ってて、終わって1日経って、まあ、ちゃんとこう見直して、で映像をちょきちょきってやってっていうのもいいんですけど、やっぱりみんなその試合終わったままのなんか気持ちで入りたいじゃん。って言ったら、まあ、本当にスカイとかね、イギリスのスカイとかさ、まあ、スペインとかもそうなんでしょうけど、終わったらそのままスタジオに移動して振り返りするじゃないですか。だからこれをやりたいんですよ。最終的にはやりたいんだけど、現状の方法があったらそれ難しいじゃないですか。だから自分でやりゃいいやと思って。だから もうダッシュでホテル行って、でそこから YouTube でライブ配信するとかはいいんじゃないかなと思いました。確かにそれ相当盛り上がりますよ。ちょっとそれを考えついたんですよ、僕は。だからやりまアゾす。ンでも一回野村さんとの何の試合でしたっけ？やってましたよね。終わっああ、てやっすぐにた。あもれ撮はったまあの。僕が発案した。やっぱりその熱量、こっちも終わったままの熱量っていうのは、やっぱり翌日になると消えちゃうじゃないですか。どうやったって消えちゃうんですよ。で、消えた上でもう一回見直して、まあ一回どころじゃないよね、見直して、選んで、で、選んで、で、確認で見直してとかってやってると、やっぱりなんか、もう試合終わった時の気持ちとかじゃなくなってるし、今度ちゃんと伝えようと思うから、すごく丁寧に話すと、また熱量がなくなっていくんですよ。で、それを面白いと思ってくれる人も多分いるんですけど、でもそのまま話したいじゃないっていう。終わったまんまの気持ちで、なんかそういうのしたくないかなって思って。
自分もだし見てる人も、うんうんうん、っていうことを、まあ、ちょっと考えたので、うん、やってみようと思います。じゃあやります。じゃあ来週のプレミアからやる可能性もあると。まあマドリーエバルからやってもいいんですけど、うん、まあ、見てくれる人が何人かわからないんでまあ、まずプレミアからいきましょう、うん、でもなんかそういうことをやっぱり個人の、まあ、自分たちから始めることが僕は大事かなと思って、うん、はい、結局自分たちが始めたことを誰かが見てくれて、そんでうちでもやりましょうって言ってくれてるわけだから、うん、はい、最初からなんかこう企画書を持ってやってくださいじゃなくて、うん、見せた方が早いし、うん、でこういうのどうですかって、要は自分たちのこう取り組みを、まあ、プレゼンに使っちゃうわけで、うん、って思ってるから。だからようやくあれですよ、本当3ヶ月間、まあ、仕事っていう意味ではその対外的にこう公に向けての仕事っていう意味では まるでなかったから、うん、まあもう自分磨きだと思って、ね、おとなしく生きてましたけど、はい、まあ、ようやくそのフットボールも戻ってきてくれて、まあ、幸いにこう仕事する場もありますから、まあ、どうせ例えば解説やるならやっぱ見る人はもっと前のめりにさせたいよね、うん、でその上でそういう振り返りまでも自分で やっちゃえば面白きゃいいわけだから、うん、面白きゃ、うんうん、小田君プレミア見ますかって聞いてますよ。僕はビッグゲームに限定されますけどね、そんなに頻繁に毎節何試合も見てません、うん、でもまあシティは中心に見てますね。いやでも大変なんだよね見るのね、うん、多分これだけ過密日程の6月7月はなかなか難しいかなと思ってます本当またいで見るのって大変なんですよね、うん、あのなんか寝転がってこうポリポリしながら 見られるわけじゃないですもんね、我々の立場なんですけど、はい、そうですね、まあ、見ましたっていうノートを置いて、そう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 、メモ取りながら見ますんで、はい見ましたよっていう見たじゃなくなっちゃいますからね、うん、それだとこう仕事に反映できないもんね、うんうん、そこら辺はやっぱり時間の使い方がまた大変になるなとは思いますが、あとまあそのレビューの話でいうとこういうことをね、うん、こうアイデアとしてあります。今の戸田さんの話は結構このグループでもやっぱいろんなコメントをいただいてて、僕もカフェやった時に戸田さんのやっぱり仕事への取り組み方とか考え方、はい、だからやっぱり基本的に戸田さんもそうだし僕もそうだし、なんかこういうものがないから、ね、用意してもらえないからって言って不満言ったりしないじゃないですか、うん、言わないんだったらまず自分たちやってみて小さいね、うん、ことからコツコツ積み上げていこうっていうところのスタンスとかって多分いろんな仕事とか皆さんのねこう自分の畑に持って帰ってもらってね転用してもらえることがある、うん、大いにあると思うんで、なんかそういう結構ビジネスマンの人から、うん、戸田さんのねそのプロフェッショナルとしての考え方取り組み方やっぱ参考になりますって意見は多いですよ。だからそういうところもやっぱりグループに参加してる、単にサッカーをより、ね、楽しむとかより深く理解するだけじゃないうん、ところがあるんじゃないかなっていうのは、まあ、ああどうですかね、メインの主催者ではないんで、うんうん、そういう声が多いですよっていうところは皆さんにお伝えしておきたい。まあ僕はちょっとした異常者ですからね。あのと42になったので、はい、見た目がこう普通っぽくなってきましたから、うん、髪の毛もなんかこう下ろしてね、うん、ちょっと普通っぽいですけど。まあ、多分うちの家族に聞きゃあの異常者って言われますね。ただそれがこうできるだけあの、まあ、変な言い方はバレないように、うん、その自分の、ね、熱量がこうブワーってこう相手に行き過ぎないようにするっていうだけですよね、はい、その人にとってちょうどいいぐらいにしてあげないとやっぱり相手引いちゃいますからね、うん、でもやっぱ何かを伝えるっていう時にはやっぱりそれだけなんかこう熱、まあ、エネルギーが必要だから、うんうん、逆にそれがないとわざわざそこに行こうって思わないですもんね。思わないですね、確かに。思わないもんね、うんうん、メモってどんな現役の時から想像できないっていうのは何が想像できない、この顔ですかね。はい、いや現役の時からこんなですよ僕別に。現役の時ライブ配信やってませんので、はい、
メモってどんな感じで取りますか。あれですね。本当にリアルタイムで見てる試合だったら、もう時間と、大体の時間と、チームの頭、僕だったらチ、マドリだったら、丸とか。で、わかる。できるだけ短くてわかる。ちゃんと短い文章を書いて、バーっととりあえず書いといて。で、後から確認するとか。それが普通にこう、もう終わった試合を、見てノート取るときだったら、普通に、スタティックなその配置図を、僕だったらノートの左上に書いて、ちょっと大きめに書いて、その中でこう、どんなアクションがありそうだっていうのを点線使ったり、普通に、線の矢印使ったりもしますけど、あとはそこに、やっぱり、チームとしての攻撃、守備の、スタンスとか、実際のプレッシングするときの、配置を絵で書くときもありますし、っていうのを大体時系列で書いてきますね。で、後半だったらまた、守備だったらどんな変化があったか、攻撃だったらどうだっていうのは、両チームのことが分かるように、必ず色の違うペンで書いてます。小野さん、丁寧にね、こう、ノート取ってますもんね。いや、汚いよ、だってこんなっすよ。まあ、それがリアルの時と、リアルタイムで見てる時は当然ね、記号化してるっていうところだと思いますけども。これがだから別に全然、これがあれだ。これなんだろう。これ、ボルシア・メンヘングラードバッハとバイアレバークーゼンを見たときに、こんな感じになりました。でも、自分がこう、誰かに見せるために我々書かないじゃないですか。自分がね、振り返るためですからね。自分が見て分かればいいので、基本的には僕は1ページに収めるようにはしてます。これ2ページになってるんですけど、これはちょっと運用のところとか、実際のボールの運びのところが、ちょっと印象に残った時は、その図を書いたりする時もあります。で、どうしやっぱりライプツヒの試合とか、ボルシア・メンヘングラードバッハとか、ブンデスだったらね、で、ラリーガだったらレアル・ソシエダとか、そういうチームだと書く分量が増えます。やっぱり増えます。で、書きながら確認してる感じなので、書かなくて見てもいいなとは思うんですけど、これは僕は自分の性格が分かってるので、書かないで見てると、気がついたら、あれ？って言っちゃう時あるんですよ。だから、ちゃんと自分がこう、見てることを確認しながらっていうところは、僕の場合は書きながらのがいいなと思って。グループに写真あげたいんですけど、字汚いですしね、僕ね。人に見せるために書いてないっていうところが、ちょっとこう、恥ずかしさにつながってますよね。そうですね。あとはそのノートの取り方ね、それぞれこう独自でね、こう作っていけばいいものなので、なんかこういう書き方ですよっていう出したところでっていうのはありますよね、正直ね。だから僕も他の人に聞いてどんなふうに撮ってますかって、あんま聞いたことないですね。ただ戦術的な取り組みのところがまず分かるように書けるかっていうところと、自分がどれだけ気づけてるかっていう確認で書いてるので、でもそういうところをどういうふうに書いてるのかを多分皆さん知りたいそうではすずだね。から、それはもうちょっと今月のグループの中で、僕は今チャットにもコメント出したんで、出してみてもいいかなとは思ってじゃあグループに入れば見える可能性があると。ます。でも見た結果、字汚いじゃんで終わりますけどね。そんな綺麗に書いてる暇がないから。これがちなみにあれですよ。この前、レアル・ソシエダとバルセロナの試合を5月グループでやったじゃないですか。その時に見ながら解説です。これが。だからこんな感じで、もう時間と、もうチームの頭の頭文字だけです。大体、こんな感じです。汚いです。どうしても汚くなっちゃいますね。しょうがないですよ。だって、なかなかね、目切れないですからね。今日出させてもらったような動画は、一つそれも一つ戦術的なアクションの、それぞれなりのこう考え方とかを、受け取るだけじゃなくて考えるっていう意味では面白いかなと思ったんで。
まあやってみましたし、だから試合解説とか、まあインタビューとか、あとはねライブ配信とか、いろいろ一応その基本的な配信コンテンツは決まってるんですけど、結局大体毎日なんか出てるんですよね。うん、そうですね。何かしら。毎日、はい。大体毎日何かしら僕は出してるし、小沢くんも出してくれるし、はい。そうですね。僕も明日、グラナダ在住の木村博次さん、前フットボールサー編集長にインタビューして、うん、まあ、セビジャダービーのプレビューは YouTube の自分のチャンネルに上げようと思ってますけども、はい、もう一つ骨太のテーマで、ちょっとコロナ禍のメディアリテラシーっていうテーマで、スペインも結構その、大本営、ね、こうやっぱり記者会見が、記者がね、こう質問を事前に提出して検出されるとか、まあ、ラリーガでもメディアがあんまり入れないんで、情報がコントロールされちゃうっていうところで言うと、やっぱ受け取り手のメディアリテラシーって求められる時代になってくると思うんで、ちょっとそういうテーマで、ジャーナリスティックなテーマでインタビューしたものは、新解説のグループにあげようと思ってますんで、ありがとうございます。そういうコンテンツとか、いろいろ企画しております。だからまあ今日中に、明日からの1ヶ月のスケジュールをグループには出しますんで、はい、大体どの試合をいつやるとか、はい、ライブ配信はいつやるとか、いつやるとか、うん、それをちょっと今日中に出しますんで、まあ、僕はとりあえず明日、ポカールの準決勝って明日なんですよ、はい、明日の遅い時間なんですよ、はい、でそれを僕はもうライブでやるんで、うん、ライブで。ライブでやります。もうやっぱライブがいいなって思いましたこの前レバークーゼンとバイエルンの試合をやった時に、結果知らないじゃないですか。ああそっかそっか。終わってないじゃないですか、まあ、本当に今やってるっていうこと、なんか久しぶりに味わったんで、はい、うん、自分もこうワクワクしながら見られたんですよ確かにやっぱいいなと思って、うん、でもちろんその見る人は自分のタイミングで見てもらえばいいと思ってるんですけど、うん、僕も自分がやっぱりワクワクして話したいなっていうのもあるし、うん、はい、だからちょっとライブでやってしまおうかなと思ってまして、はい、それが終わって次のお昼に見捨てるとインタビューなんで、おお大丈夫ですか、寝てくださいよ、それぐらいの方がいいんじゃないかなと思ってなんか普通にこう規則正しく生活して朝ちゃんと起きてとかやったら緊張して、はい、なんか直前に寝ちゃったりとかしそうなんで、うん、うん、さすがにミステルなんでちょっと緊張しますね今回は。そうですね、皆さんセレッソ大阪ローティーナ監督のインタビューが多分普通のメディアでは絶対ねこう聞けないようなまあ、うん、話とか、まあ多分マネジメントのところが中心だと思いますけども、そうだね、戸田さんだからこそね聞ける、うん、あるいは答えてもらえる話があると思うんで楽しみですね。まあダメ元で言ったんですが、ダメじゃなかったですね。なんとかなるもんだなみたいな。はい、うん。言ったって個人のこれ、まあ個人のメディアって言い方でいいんですか。そうですね。はい。我々のこのグループコンテンツ、まあ個人のメディアなんで、はい。まあそこに J1 の監督のロティーナさんが出るっていうのは。普通じゃないと思うんですよね、やっぱね。はい、そうですね。うん、普通じゃないと思うので、うん、まあ、よく OK してくれたなっていう、まず感謝をちゃんと伝えたところから、始めたいなと。はい、まあ、昨年、はい、そうですね、1シーズン、かなり世話になってしまったんで、でその部分も含めて、うん、で、今、チャットのところに、ティナ監督との対談があって、料金変わらずは驚きでしたというのがあるんですが、うん、正直私相当悩みましたけども、うん、でもいいんじゃないかなと、うんうん、できるだけ多くの人に見てもらいたいっていうのもあるし、このままでいいなと思ったんで、うん、うん、本当はもう一個取りたかったんですけど、ちょっとそちらの方がどうしてもこう今もう再開に向かっちゃってるってところ、そうですね、はい、またそれはね後々に撮っておきますが、うん、今月はロティーナさんのインタビューをしっかり届けられるように、頑張りたいと思います。高橋さんありがとうございます。リュウアさんありがとうございます。ありがとうございます。で僕も小沢くんのライブ配信の時に、
投げ銭っていうんですか、はい、やってみたんですけども、はい、これでも意外に気持ちいいですそうですね、うん、僕、まあ、お酒も昨日やってくれたんだけど、はい、僕ね昨日何回かやろうと思ったんだけど1回しか成功できなくて、あの、ああそうなんですか、2、3回やろうと思ったんですけど、なんかうまくいかなかったんですよね、うん、すごい簡単にできちゃうんだなっていうのと、はい、意外に僕は気持ちよかったです、うんうん、やっぱギブするのは気持ちいいですよね。そうだね、うんうん、でまあ、せっかくまあ5月のところで結構ソシエダ扱いましたから、はい、でまあ、6月のグループの中でもソシエダをあのまた追っかけていく形になるんで、はい、もし小沢君から今口頭でね、はい、なんかソシエダのことを皆さんにお伝えできる部分がありましたら、はい、お願いします。まずですね、まあ、レアルソシエダ今ラリーガの4位におりますんで、チャンピオンズリーグ圏内に現状ではいますと、うん、まあ、1位バルサ、2位マドリー、3位セビージャ、4位レアルソシエダということで、まあ、この順位にいること自体が、ね、まあ、まだシーズン終わってないんで、あとのこれから再開して11節ありますけども、まあ、基本的には、ね、ヨーロッパ圏内十分狙えるこうチームに今なってると思いますし、やっぱこうこのタイミングでですね、ヨハン・クライフ財団からですね、イマノル監督が、うん、あのシーズン最高監督の、 あの賞を受けました。さすがクライフさんだなと、はい、あ、そうなんだ、さすがだなというところが思いますけども、やっぱそれだけスペイン国内でも評価が高いで、やっぱりクライフ財団が表彰するってことは、やっぱりきちんとボールを握りながらこう攻撃的なフットボールを展開しているっていうところの評価なので、うん、やっぱスペインの中でもやっぱりラリーガの中でも本当に今レアルソシエダ、はい、今の監督はそれぐらい高い評価を受けていて、うん、まあ、その中で中心選手というとやっぱりウーデゴールが、やっぱり目立ってますけども、うん、やっぱりここに来て、まあ、先月もね我々の試合配信の中でもいろいろメリーノとか、はい、アブラとかいろんな選手出しましたけども、やっぱこれから、まあ、間違いなく来シーズン残ってるかどうかでっていうような選手が若いタレントが多いんで、まあ、そこを見てもらうのでも、うん、まあ、当然ウデゴールなんかはレアルマドリーに戻るんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、そういう意味でも、まあね、先月も言いましたけども、こうもちろん、ね、ビッグネームビッグクラブは、ね、こう我々楽しみ大いにあると思いますけども、そうじゃない、うんうん、世界的にはスター選手いないんだけども、逆にそういう選手たちで、うん、こう極上のフットボールを実践して、それを勝利につなげているチームっていうのは、まあ、まさにこの日本サッカーが今こう、ね、こう見るべきチームなんじゃないかなと思いますので、そういう意味でも今ですよ、このタイミングだからこそレアルソシエダ見てもらいたいなと思いますので。そうなんですよ、はい、で本当にカンテラ若手その生え抜きの選手が多いっていうところも含めて、うん、まあ、育成システムも含めて機能してますので、うん、その辺はいろいろ本当にいろんな切り口で見てもらったら面白いクラブなんじゃないかなと思いますね、うんうん、今チャットの中にも、まあ、攻撃陣が注目されがちですが守備陣はどうですかって、まあ、出てるんですけど、はい、個々陣を見比べたら、はい、やっぱそれは上のチームの選手にはかなわないですよね、正直ね。そうですね、そこは全然違うと思います。違いますね、身体的なポテンシャルも含めて、はい、実は、はい、僕は能力はそんなに高くないと思ってます、特にセンターバック、はいはい、ボールを運んだり、まあ、運んでから離す判断とか、うん、球を蹴る部分についても、あの、うん、単体で見たら、はい、すごく能力が高いとは思わないんですけども、まあ、サッカーにおいては攻撃は後ろから守備は前からっていう、まあ、この格言的なものが古くからずっとこう残ってたとして、まあ、それを文字通り実践したのはソシエダですから、はい、だから攻撃陣がすごくあの目立ってるっていうことを皆さん多分思うんですけど、そこにゴールキーパーのレミロも含めてどうやってボールを運んでってんのかっていうところがベースにあるから、腕ゴールもイサクももちろんあのオヤルサバルもあれだけ僕は躍動してると思ってて、もちろんその彼らじゃなければできないプレーもありますし、でもチームとしてまずしっかり構築できているものがあるから、どこと対戦してもあのしかも4局面きちっとバランスよく埋めて、埋めてね、ボールを奪いに行く守備もきちんと具体性があって、試合によって場所も配置も変えながら高い位置でボールを奪いに行くっていうところにまず取り組みつつ、ボールが移動した時の全体の押し上げとスライドのスピードとか見事ですよね。
いや本当に見事ですよ。ちゃんと見てみてください、みんな。どれぐらい、例えばボールから遠いサイドのサイドバックとサイドハーフが絞ってきてるかとか、そういうのをボール中心にどれぐらいチームが統一して動けてるかっていうのを見てみてください。これはね、本当にね、めちゃめちゃ勉強になりますね。教材って言っちゃうとなんか逆に失礼になりますけど、でもめちゃめちゃ勉強になりますんで。で、選手個々人がやっぱり育成からちゃんと育まれ育てられてきたっていうところも結びついてるっていうところがクラブとしての魅力でもあるし、だから中盤のセンターにズベルディアとか、ズベルディアが出るときは多分ゲバラ出ないですよね。そうですね。でも、どちらの選手が出ても位置取りもうまいし、ビルドアップのセンターバックのサポートも的確だし、ただ個々人で見たらスーパーな選手がいるかっていうと、スーパーになりそうな腕ゴールはいるとかっていうところはあるんですけども、でもとにかくグループでうまくボールは保持して運ぶし、奪うことができるよっていうところが、僕は自分からするとすごく勉強になるんで、皆さんにもフットボールの魅力っていう、個人の輝きを見るっていう楽しさもあるじゃないですか。もうキラ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 しちゃって、もう眩しいよみたいな選手を見るのも一つ楽しみではあるんですけど、レアル・ソシエダみたいなチームはチームとして光ってますね。集団としてキラキラしてますんで、そのキラキラしてる具合をぜひ見てもらいたいなと。そういうところで言うと、今月20日ですか、レアル・ソシエダ、レアル・マドリー。ありますね。これですよ。もう楽しみにしょうがないですね。そうですね。試合21日はか。21日なんで、22月曜の早朝5時のキックオフが決まりましたね。ここがもうソシエダ対レアル・マドリーで、高校杯勝ってますし、リーグの1戦目も3-1で敗れたんですけど、ソシエダがめちゃくちゃ良かったですから、ボール運ぶところにも関したらもう全然上回ってましたし、もちろんその局、最後のところの個々人の、能力の部分は当然バルサ・マドリーにはかなわないですけども、でもとにかくここは要注目で、で実はその前日にライプツィヒ・ドルトムントもありますから、これもやりますんで、グループで。もう僕、今月だからもう別に10試合喋ってもいいやと思ったんですよ。関係ないから、関係ないんで、別に。もう別に1500円だから何試合とかじゃないんで、もう別に喋りたかったら話はいいやと思って。話すと。で、見たい人が選んでみればいいんですよ。って思ってるので。ただ、せっかくスカパーに加入したって人が結構いるんで、これが驚きなんですけど。そうですね、皆さん、スカパー加入しましたみたいな声多かったですね。今、小田君のその背景にもさ、スカパーに再加入って書いてくれてるんだけど、実際入ってる人は結構いるんで、入ってまでそうか、一緒に見ようとしてくれてるのかっていう感動はあるんですよ。感動と責任があるんですね。そうですね。そう、だからちゃんとブンデスも扱おうと思ってるんで、扱ってもらって。ライプツィヒ・ドルトムントやりますし、ライプツィヒ・ホッフェンハイムやろうかなと思ってますし、そこら辺はちょっと、ボリュームをアップさせる可能性はあるなと。ただどっちみちほら自分が見る試合なんで、自分が見る試合を結局グループの人たちに一緒にこう見ませんかって伝えるだけだから、あんま変わらないので、存分にその自分たちの場所の中でできることはやろうかなと思っております。あとはちょっとの中のアタランタとシェフィールドの解説ね。セリエの解説がないね。そこまでちょっと手が回らないですね。で、シェフィールドも面白いですよ、クリストファー・ライナー監督。スリーバックだけど、内側からガンガン攻撃参加とか面白いんですけど、そちらは多分、実際の解説があれば、できるかな っていう感じはしますけどね。リアル大好き人間さん、ありがとうございます。マあ、あドリーりでがしとうございた。まソす。シエダとの戦い、熱くなりますと。熱いですね。そう、ホッフェンハイムの、監督が変わったんですよ、今おっと、そうなん日。実だ。はホッフェンハイムの監督ってもともとフェイノルトにいた人で、僕対戦してるんですよ。そうなんですか。選手の時に対戦してて、あれ、この人って思って調べたらそうでした。だからもうそれぐらいの人が、そういうところで監督を、してるんで、エリアン・ナーゲルスマンとかももっと若いですけど、本当にでも、スカパーまで加入してくれた人たちを裏切らないように、
しっかりやりますんで、はい、でまあ、ドイツのポカールの準決勝はダゾンですので、そうですね、まあ、まあ、皆さん、そのグループの中の人もより多くの人が見られるんじゃないかなとは思ってますけども、はい、下田さん実況かな。そうそう、下田さん実況で、はい、うん、だから僕は遠隔でこう、タグ組んでる気持ちでやるんで、全然関係ないんですか。レバンドフスキー叫んだみたいなこと言ってましたね。はい、確実に叫んだろうなっていうのは分かったので、はい。はい、また全く関係ない話なんですけど、そのコンテンツの中で、まあ、今こういう情勢なんで自宅から配信とかするじゃないですか。はい、息子がね手伝いたいって言ってこう来るようになったんですよ。はい、優秀でしたねこの間も。だそういうこの間も YouTube 用のカメラと、はい、グループ用のスマホ、はい、2つ別々で、はい、だ親子のコミュニケーションっていう意味でもまあ役立ってるというか、はい、まさか息子がそういうことを手伝ってくれるようになると思わなかったんですけど、うん、まあ、非常にそれはまあ、あくまですげえパーソナルな話なんですけど、まあ、嬉しかったですね、うん、いいですね。新解説がじゃあ息子さんの、ね、成長、うん、教育にもそうですねいい影響を与えてると。なんか息子の友達にも紹介したらしいんですよ、今日やるからって、ね、そうなんだ。 で見てくれたらしいんですけど、ちょっとお父さんの話むずいって言ってたらしいです。まあそれは率直な意見ですね。ちょっと難しいって言ってて、まあ、僕の息子も今日はちょっと、はい、面白かったけど難しかったって言ってました。はい、そこそこ難しいに決まってんじゃねえかよっつって、はい、このスポーツはめちゃくちゃ複雑なんだよ、難しいんだよ、ね、そうですね。そう、難しいもの難しいもんだと思って一生懸命前のめりに見なきゃ本当の意味で楽しめないんだよって言ってきました。はい、うん。ジョン・ヨンペンさん、はい、ありがとうございます。アリアについて詳しくなりたい。日本にいて何を見れば詳しくなりますか。これはもうスペイン語が分かればスペインのメディアを見ていただきたいですけどね。まあ、スペイン語はもし分からないとなると、まあ、小沢君の YouTube チャンネルか。まあそんなに活発じゃないんで、まあグループに入っていただければ今月はラリーガの話いっぱいしますんで、うん、まあそれも一つですしね。はい、どうなんでしょう。でもやっぱりこう日本語に変更訳されて、あ、ありがとうございます。日本語に訳されて日本に入ってくる情報って小沢君は実際向こうの見てるじゃないですか、めちゃくちゃ。はいはい、やっぱりすごく少ないですか、ボリュームとしては。いや、ボリュームとしては多いんじゃないですか。まあ、マドリバルサが中心ですけど、ただそのやっぱり僕が情報を見るときって、うん、メディアの中でどれぐらいの占有率、要するにどれぐらいの重要度を持ってその記事が出てるかっていうのをやっぱり見るんで、うん、これが SNS みたいなタイムラインに流れていくとみんな同じようにこう見出しがついて出てくるんで、うんうん、全然重要じゃない飛ばし記事、まあ、今日もいっぱいこう皆さん質問あるんで、そっかそっか、アウタロどうですか、ピアニチどうですかみたいな、はいはいはい、そういうのってやっぱバルサ寄りのメディアが新聞売りたいから出してるだけなんで、うん、あんまり今のところ信憑性はないんで、うん、そういうところの重要度とかやっぱり占有率見ながらっていう意味では、うん、やっぱちょっと日本語だけで撮ってると難しいんじゃないかなっていうのは思いますね。そうだよね、うん、確かにそうだよね。だから そこもリテラシーの話になってくると思うんで、ぜひ木村博嗣さんと あのインタビュー対談で話しますんで、ぜひ皆さんよかったらそういう話も聞いてください。うんうんうん、多分それはラリーガーを詳しく知りたいとかね、うん、ヨーロッパのサッカー情報を取りたいっていうだけじゃなくて、皆さんが日頃生活する上で日本に生きていく中でどう情報を取って知識化していくのかっていうところにもつながってくると思う。いや、だから情報は本当にもうめちゃくちゃ多いじゃないですか、溢れてますから。そのサッカーだけじゃないですよ。はい、でちょうどあの昨日か今日もあの共同通信がフェイクニュース出しちゃったのかみたいなのも出てましたけど、はい、本田圭佑選手ですか。中国の関係の話ね。ああ、はい、あっちか。でそれをあの菅官房長官があの違うっていうことを言ってましたけど、うんうん、まあそれも飛ばし記事なのかもしれないし、どういうことが背景にあって起きてるのかわからないんですけど、うん、やっぱりもうスンって流れてくるじゃないですか。はい、でやっぱりツイッターとか見せてもやっぱ反応しちゃうんですよね、みんなね。うん、みんなねリツイートしちゃいますよね。反応するものっていうのは基本的に、まあ、そっち寄りの可能性も高いし、うん、あとはやっぱり見出しがすごく派手だとか、うん、うん、どうしてもそういうものにみんな飛びついちゃうじゃないですか。うん、だからこそなんかそのまあソース持ったらどこなのとか、まあ一泊置いてちょっと考えましょうとか、うん、そういうのは必要な時代になりましたよね。
はい。もうなんか選ばれずにポッポポッポ出てくるので、はい、厳選されてるわけでもないはずだから、流れてくるものを全部受け取っちゃって信じちゃうと、もうひっちゃかめっちゃかになっちゃうんじゃないかなと、はい、いう感じはするんですよね、うんうん、あともうねこのコロナ禍で明らかになっちゃいましたけども、うんね、こうマスメディアとか、ねうん、こう民放のテレビとかいろんなこう今まででいうと大きな力を持って影響力を持ってた媒体なんかがなかなかあそんなにこう、ね、透明性公平性持って報道しないんだっていうことも明らかになってしまいましたんで、なってしまったんで、はい、だからまあ、うんそういうところも踏まえてね皆さんにはこれから情報をしっかり取って生きて判断していかなきゃ、知らないと損することも多々ありますんで、いやあると思うんだよな。だから本当新聞とかテレビとかもうどう受け取っていいか僕わからないですもんね、うんうん、どれが本当なのかって逆にこう見つけられるのかどうかって自信もあんまないし、はい、もうだから一つのものに対して本当できるだけいろんな角度からのこう考えというか情報を見た上で、まあ、これかなってこう自分で最終的には、はいまあ、自分を納得させるというか、うん、だからまあ本田圭佑君のやつもバンバン出したじゃないですか、うん、あれも結局多分ニュースを見た時に、うんまあ、ちょっとこうそこに反応してしまった感じだと思うんですけど、はい、だから彼 の, あの立派だったところはちゃんとそれを自分で収めたところだと思うんですけど、はい、そのニュース自体が本当に正しいのかどうかっていうのをできるだけなんかまあ自分の場合はちょっと時間かけて考えた方がいいなと思ってますね。そうですね、うん、だからもう残念ながら国際的にはアメリカの大統領がフェイクニュース流しちゃうくらいなんで、うん、やっぱり本当に皆さん一人一人が、ね、しっかり情報を取って判断しないと難しいですよね。うん、でも我々サッカーやってきた人間からするとピッチ上で当たり前に、ね、選手としてプレイヤーとしてしっかりと情報を、ねうん、取って、ね、こう判断するっていうところは求められてくる行動様式なので、うんうん、この辺は、ね、こうサッカー界で生きてきた人間としては当たり前の時代になってきてるんじゃないかなと思いますけど、うん、でもねやっぱり常に気をつけとかなきゃなと思います、はい、だからツイッターとか本当に簡単に出せるじゃないですか、はい、だからどんどん僕は腰が重くなりますよね、うん、でね、うん、簡単にワンクリックでリツイートできちゃいますからねそうでもリツイートもやっぱり そこに自分の意思がもうあの込められてるよっていうことがはっきりしてきたので、はい、だ本当に気をつけながらやっぱり操作した方がいいんじゃないかなと、うん、っていう感じはしますね。僕は今日 あの打ち合わせの電車の中でこの本を読みました。岩田先生の、ね、読み切りました。感染症の専門家の方、はい、まあやっぱりサッカー好きなだけあってしっかりとサッカーに置き換えてめちゃくちゃ詳しく書いてましたけども、うん、なかなかあまあ当たり前のことも多かったですけども、うん、やっぱり正解がない、ねうん、このウイルスとの戦いは正解がないんで、うん、だからこそしっかりと情報を取りましょうねっていうお話の本でしたけども、うんうん、ぜひサッカー好きの方は読んでいただいたら、うんうん、まあ最近で言うと確かにねベルナーのチェルシー移籍話なんかもいろいろありますし ね、 そうだね。俺そんなに詳しく見てないんですけどどれぐらい信憑性があるんですか。いやどうなんですかね。まあ僕もそんなに見てないんで何とも言えないですけど、僕は恥ずかしながらその移籍関連のニュースとかあんまりこう自分の類線に引っかかんないですよね、うん、そこじゃないですよね。なんか自分は、はい、いやそこじゃないでしょう、うんうん、ちょっとそこの手の話がすいません苦手なんですが、まあ何も起こってないってライプチが言ってるということなんですね。はい、なるほどなるほど。まあ実際やっぱりこれ今シーズン再開にみんな注力してるんで、うん、やっぱ選手も基本的にチームもそこじゃないですか。あんまり移籍の話してないと思いますけどね、うん、代理人なんかは当然この状況で夏動きが少なそうなんでいろいろこう動かそうとはしてると思いますけども、だからその辺をしっかり前提情報として持った上で、はい、ね、見た方がいいのかなと思いますけどね、うんうん、今ちょっとコメントのところで有料チャンネルで J リーグの解説とかあるんですかと、はい、いうことがあったんで、まあ、せっかくこんな質問があったんで、基本的にはやってないですよね。はい、
もともとあれですもんね、やっぱ代表戦をっていうことで、まあ、始めたものだったので、はい、だから、まあ、いつの間にかって言ったら変なんですけど、まあ、今代表戦ももちろんありませんし、ないですし、もともと代表戦で始めたものを、まあ、例えば CL の試合をね、日本語の実況解説がついてないものを、まあ、ディレイって形で、させてくれっていうことを、まあ、お願いして、それができるようになったら去年の秋冬ですか。そうですね、確かそんな時期だと思うんですけど、うんうん、でそんな形でここまで来てるんですけど、 J リーグはやったことはないんですよ、はい、やったことがないですから、ただ僕が入っちゃうんで J リーグの試合がね、解説に入っちゃうっていう部分もまあありますが、うん、別に やって悪いことはないと思ってます。基本的に悪いことをしているわけじゃないので、はい、J リーグの試合の解説をしても、うん、まあ、基本問題はないと思ってます、はい、だからもし J リーグの解説が見てんだっていう人がいらっしゃったら、まあ検討する余地はあるってことですね、うんうん、まあでもね、 J リーグのそれぞれのサポーターやっぱり自分の好きなクラブばらけますから、なかなかねこのチームをっていうのはこっち側からね押しにくい、出しにくいし、はい、で戸田さんがしっかりねこうトレーニングまで足を運んでるような大分とかセレッソに関しては基本的には絶対扱わないですから、はい、もうそれは昨日のライブ配信で言いました。はい、基本的に解説者としてはその2チーム の試合は担当しないのも決まってるので、うん、はい、うん、まあグループの中でも多分しないんじゃないかな、うんうん、だから基本的には、まあ、代表戦がまた戻ってきたら代表戦もやると思いますし、はい、うん、まあ、ヨーロッパもなんでだからレアルソシエダなのとか、なんでブンデスなのっていうところは、うん、まあ、実は、まあ、ちゃんとした理由もあって、うん、でラリガだったらやっぱりバルサ、ま、あのマドリー、まあ、マジョルカに基本的にはコメンタリーがつくので、うん、まあ、そこの試合にかぶるのは、まあ、避けた方がいいなと。そうですね、うん、ごめんかかるから避けた方がいいなと、うん、っていうところと、ちょうどレアルソシエダがめちゃくちゃ良かったんで、うん、で、まあ、先月やったのは基本的にソシエダの YouTube チャンネルに出した試合を見る形になったんで、はい、まあ、そういう意味では逆に言うと全然問題がないんですが、うんうん、まあ、今月はまた再開する中で、まあ、僕からちゃんとその旨は伝えてありますし、でスカパーノももともと僕も仕事をしてきた、まあ、ところがありつつ、多分スカパーに入ってるやっぱり人の数ってそんなに多くないとか、これ実際多いと思うんですね、はい、これは多分事実だと思うんですけど、うん、ただブンデスにはブンデスでチーム単位の部分で見るべきものは結構ありますし、うんうん、だそういうところを、まあ、伝えられたらいいなっていうのと、まあ、この前のレバークーゼンバイエルンは、まあ、ちょうどその無料放送だったんで、うん、っていうところも、まあ、これもちょうど良かったんですが、ただまあ今回こうやってやっぱグループを立ち上げてメンバーになってくれた人がスカパーに入ってるんですよ、うん、まあ、入ってるってことは少なからず貢献ができるってことなんで、はい、だそれはちゃんと伝えました、あらかじめ、はい、うん、だもちろんあれですよ、あ、どうぞどうぞやってくださいっていう感じには言われないですけど、はい、でも困るからやめてくれとも言われないので、うん、であればできるだけ真摯にきちんと対応してブンデスリーガを伝えるとか、まあ、その中で結局スカパー入らないと見られないわけじゃないですか、うん、俺を例えば Zoom のウェビナーとかで試合映しちゃってとかってやったら完璧に罰なんですけど、うん、はい、そういうことじゃなくて、まあ、ウィンウィンになるほど規模は大きくないので、はい、そういう言い方は全然してないんですが、まあ、スカッパーだとオンデマンドだと999円ですもんね。そうですね、うん、っていうところもまあ頭にあったので、はい、まあ、ちょっと今月は自分に僕もポルトガルリーグの解説やってるんで、ぜひ皆さん、ね、はい、ブンデスポルトガルライブご検討ください。うん、うん、でそっちも見てもらえればいいですよね、はい、うん、2000年序盤にソシエダが好調だった時って誰がいました、小田君？ニハト、はい、ニハトコバジェビッチの時ですよね、うんうんうん、あの時はリーが2位になりましたし、チャンピオンズリーグ出ましたからね。そうですね、その辺の話ロティーナさんに聞かないですか？いや、聞いてみようかなと思ってるよ、はい。うん、別にほら今のチームでの取り組みを
具体的に聞かなければいいと思ってる。はい、そうですね。そう。それはやっぱりこれまでのところはちゃんと聞いた方がいいと思ってます。はい。うん。で、アンテナ立てられないよって方がいるんですけど、オンデマンドがあるから大丈夫なはずです。アンテナ立てる必要はございません。はい、大丈夫です、大丈夫です。まあ、分ですが、一足お先に終わっちゃう感じだと思うんで。はい、そうですね。6月の、4週目が最終節だから。はい。まあ、もう少しなんですけど。そっか、もう6月中に終わっちゃうわけですもんね。終わります。うん。うん、でもまあさっき言いましたけど、まあ、バイエルンの優勝はもうこれ決まりですので、まあ、ここから多分ひっくり返ることはまずないと思うんですけども、まあない、うん、ただ、まあ、例えばライプツィヒは見る価値は間違いなくあるし、うん、まあ、幸いにライプツィヒ、ドルトムントもあるし、はい、うん、まあ、そこはまあ私からは皆さんにおすすめはしておきますので、はい、まあ、普通に海外サッカー好きだよっていう人のランキングつけたらだいぶ下に来ると思うんですけど、その リーグとしてもやっぱりプレミアと、はい、まあ、ラリーガがあって、まあ、放送するその試合開催する時間でいうと若干多分プレミアの方が上位に来ちゃうと思うんですけど、うん、はい、どうしてもラリーガ深いんで、そうです、その下に、まあ、セリエが来るのかな、うん、まあ、セリエと分ですが、まあ、肩並べてる感じかもしれません、うん、ただセリエの方が、まあ、クリスチアーノ・ロナウドもいますしみたいなところあるかもしれないなと思いつつ、どうしてもブンデスの場合はスカパーでしか見られないので、うん、そこはちょっとハードルが高いんですよね、うんうん、だからこそ僕はなんかこう自分の場所だからこそできることかなとも思ったんで、うんうん、まあ、今月はちょっと取り組んでると、はい、ね、G2 までできたらいいんですが、さすがにそこまではちょっと難しいんで僕は自分のチームもあるんですよ、解説だけじゃなくて自分のチームがありますね。今月再開するんですか、トレーニングは。再開します。半ば、よかった。もうだって再開してるとこいっぱいあるんですけど。ああ、そうですよね。どうしても今自分が見てるところは国立大学なんで、うん、より慎重です。慎重にね、より慎重です。スポーツがこう、うん、先に来ないので、はい、だから6月の半ば頃に一応判断が下されるって、まあ、決まってないですよ。うん、だからそこに向けて、まあ、そっちの準備もしたりとか、始まったら実際に忙しくなるので、はい、ちょっと J2 までは無理だなということはすいませんお伝えしております。そうなると相当ハードワークになると思うんで、くれぐれも体調管理、ね、耳には気をつけてください。ノーモア耳鳴りでね、はい、もうあれだけはマジ勘弁です。アビスパの解説はね、僕はもともと福岡に住んでましたんで、はい、だからできたんですよ。今残念ながら九州に住んでませんので、うん、なかなかアビスパの解説をすることはないのかな。アビスパ J1 に来てくれて、まあ、関東で試合があれば、担当することはあるかもしれません、うん、まあ、解説者、まあ、もう7年目は小沢君何やってます？何年解説やってんだろう。ちょっと僕より長いでしょ。長いですかね。いや、そんなことないと思いますよ。同じぐらい？同じぐらいだと思います。うん、むしろ短いかもしれない。あ、本当。あ、上原さん、はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そうだな、7年目になって、何試合やってきたんですかね。いっぱいやってきたな、試合。やってきたな。いろんなリーグも見てきましたし、はい、うん、ただまあ体一個ですからね、なかなかこう何個のリーグまたげると思います？いやー、正直リーグをまたぐ、ぶっちゃけ僕は3がマックスかなと思ってます。ああ、3いけるかなって自分でやっといて、そんな感じですね。本当なんか情報がなんかこうごちゃ混ぜになっちゃう時があるから、はい、ちゃんとそれこそ本当ノートつけとかないと、うん、何も残ってなくなっちゃったりしますよね。うん、うん、だからそういう意味ではかなり過酷な実は職業だっていうのを、まあ、
言ってもしょうがないんですが、はい、皆さんには知っといてもらえるといいんじゃないかなっていう。そうですね、生活も結構ぐちゃぐちゃになりますし、はい、うん、僕みたいにあの体が弱いとね、耳鳴りがしちゃったりするんで、はい、体は強いんでしょうけども、ちょっと酷使しすぎましたね。いや、どうなんだろうな、わかんないんだよな。やっぱ睡眠なんでしょうね、大事なのは。そうですね、うん、だから皆さんもあれですよ、昨日も聞いたら結構夜遅くまで起きてる人がいたんですけど、うん、なるべくやっぱその規則正しい生活というか、しっかり寝ることだけは気をつけた方がいいですね。それだけは、お願いしておきます。はい、しっかり健康第一で、うん、まあやっぱ各国のリーグをまたぐっていうか、その試合を開設するっていうのはちょっとかかっちゃう労力が変わっちゃうとかも実際あるからね。まあそうですね、1個の試合を話すのにやっぱりそれなりにちょっと時間がかかっちゃうところはかかりますね。そう、その上で3つリーグまたぐってなるとかなり殺人的になるんですよね。はい、ずーっと室内に行っちゃう感じになるので、うん、うん、僕もだからもう本当多分2年目ぐらいが一番多かったんじゃないかな。やっぱりこうキャリアをある程度作るまではもうがむしゃらにやる時期も必要だと思ってたんで、はい、はい、量をこなすと。そう、でも量をこなすんだけどパフォーマンスレベルは保つっていう、うん、あの 100は狙えなくても80は保つみたいな、うん、でまず自分の顔を売るとかね、そういうところは意識した時期もありましたけど、やっぱ耳がおかしくなってからちょっと変えましたね。うん、うん、そこは変えました。コントロールするようになりましたよ。だもう気がついたら40超えましたからね。おお、そうですね、うん、だから気持ちは若いんですけど体は若くなくなってきちゃったっていうのが、はい、なんかちょうど今ぐらいから出てくるんじゃないかなっていう、うん、僕はなるべくやっぱりその、まあ、体をシャキッとさせておきたいんで毎日走ってるんですが、うん、夕方に走るんですけど、でもこれもまた解説業が再開するとちょっと難しくなるかもしれないですね。ねえ、それで指導がまた始まると本当大変だと思うんで、うん、で生活ひっくり返って、ね、どっかで寝るとかっていうのが出てきちゃうからね。うん、うん、まあその辺のバランスは気をつけていただいて、最終的に戸田さんは指導の現場に行ってもらわなければいけない人なので、はい、頑張ります。だからなんか僕は欲張りだからいろいろやってるっていう感じになっちゃうんで、それでなんかこう自分をあの崩さないようにしなきゃいけないですね。はい、うん、せっかくまた皆さん見てくれてるんで、ちょろちょろっとこの購入のページをすいません紹介はしてますが、はい、もうなんだかんだで1時間半まで来ましたんで。ああ、そんな行きました。はい、でも結構視聴してるくれてる人の数は変わってないですね。変わってないです。ずっと400、430人ぐらいで推移してましたんで、はい、皆さん長い時間ありがとうございます、はい、でもこのやっぱ配信中に購入してくれてる人が増えてるんで、おー、こういうライブ配信を見てくれてる人はひょっとすると来てくれてるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。あと戸田さんがレッドブルに頼りすぎないのにということで、僕もレッド 今月はライプツヒ特集ということでレッドブル社ですので、僕も今電子書籍でこういう本を読んでおります。そうだレッドブル社からちょっと勉強していこうかなと今月は思っております。ああ、そっかそっかそっか、戸田君やっぱそこら辺のなんか入り方がやっぱ違うからなうん、まあ、一橋大学の試合ね、見に来てくださいよ。ああ、そうですね。うん。あ、キャンセルはできるから大丈夫です。連絡ください。はい。はい。僕の方で対応しておきます。うん。僕が監督になったら、コンテンツは、まあ、基本残そうと思ってますよ。面白くないですか、はい、監督になってもその場所があったら面白くないですか。ああ、確かにね。まあ、クラブから許可が出るか分かりませんけど。そうですね。うん、まあでもあれでしょ、 SNS はスパッとやめるわけでしょ。あ、やめます、やめます、やめます、はい、そうなんですよ、それも決めてるんですよ。はい、
ありがとうございましたってスポンってやめますね。うん、まあ、今だけですね。はい。でも最近僕なんか本当によく分かんなくなってきて、そのツイッターの使い方とか、はい、さっきその情報の話しましたけど、うん、はい、やっぱりこう物をなんか発信するときに140文字でできることは基本ないので、うん、うん、なんかあんまりつぶやかなくなってきました。うん、しょうがないですね、そこ。今日は一個だけ、あの5人交代のことだけちょっと、ああ、はい、はい、つぶやいてみたんですけど、うん、うん、まああれば便利だなと思って見てるんですけど、はい、自分が積極的になんかその140文字使ってなんか世の中に訴えることがあんまないので、うん、まあそこはね、こう、うん、あえてツイッターに熱量使わなくてももうそういう場がありますから我々には。そうですね、はい、だからグループの中だと確かになんか全開で表現してますんで、まあ今日もこれは自然体なんですが、はい、まあ、インスタは実はやっててですね、大体あの娘が作ったカプチーノが出てくるんですけども、はい、美味しそうですよね。うん、ちなみになんですが、 SNS なくしちゃったら新解説の募集は小沢くんのツイッターがある方です。はい、僕がやりますんで大丈夫です。あ、でもまだその未来のことは分かりませんので。そうですね、僕は今のチームでやっぱり良い時間を過ごさなきゃいけないですし、うん、それからですね、はい、だまあそういうのもなんか今僕を見てこう応援してくれてる人をずっと応援してもらいたいんですよ、うん、ずっと見ててもらいたいので、はい、今の多分そのグループの中とかで僕結構出すじゃないですか、指導の話とかもするので、はい、学生とのやり取りとか、うん、そういうのを見聞きしてくれた人が僕がもしその次のステップに進んだ時に、あの時みたいなことを多分思い出しながら応援してほしいなと思って、うん、で応援してもらうだけじゃなくて、それがまだこう継続でコミュニケーションが取れる場所、はい、もう残しときたいです、うん、だ本当はオンラインサロンみたいなのにした方がいいのかなって思ったので、うん、これ多分何回もザクに言ってるんですよね、この話ね、うん、オンラインサロンにした方がいいんじゃないかっていうふうに思ったことがあるんですけど、はい、毎月その自分たちが投じているその気合ですね、はい、毎月毎月必ず同じようなものが出せるのかっていうのが、まあ、自分も確信が持てないので、うん、やっぱりこう人にお金出してもらって、まあ、何かを期待はさせるわけなんですけど、それをこう毎月必ずあのやれるっていう、まあ、自信がないんで、だから毎回毎回、まあ、たまに間がポコッと空く時もありますし、うん、だから毎月、まあ、開催月に改めて募集させてもらってるんですけど、はい、まあ、素直な言葉を言えば毎月開催するのがめんどくさいですよね、うん、めんどくさいし無駄にドキドキします、はい、うん、本当に入ってくれるのかなって、まあ、毎月相当な労力ありますからね。いや本当ドキドキしますよ、今月も十分ドキドキしましたしね、うん、うん、まあ、それのドキドキも自分にとっては大事なのかなと思って、要は毎月毎月試される感が出ますから、はい、まあ、それで今はいいのかなと思ってやってますけども、まあ、せっかく始めたものなんで、なんかこう、続けていけたらなとは思ってますね。うん。実名なんで、実名だからいいんですよね。うん、そうですね。そうそう、実名だからね。うん。まあ、今月もだ、昨日からグループが、まあ、動き始めましたが、はい、もうここから行きますからね、どんどん。そうですね、はい、5月も本当、あっという間に終わりましたんで早かった、俺本当早かった、5月早かったですね、うん、あ、上原さんすいません、ありがとうございます、すいません、すいません、いつもすいません、ありがとうございます。また上原さん本当すごいな、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まあでもみんなそういう人にこう参加してもらって、その人たちの気持ちを感じながら自分が試されて、実は一番自分が成長してんじゃないかっていう、うん、気もするんですよ僕は。だから今日出しちゃった動画とかも、まあ、内心ちょっとドキドキしてますし、はい、はい、
だってその出したものがみんなからなんだこれって思われたら終わりなんで。まあでもそういうのも含めて、でもそういう場所があるからできることだから、うん、はい、僕はそれでいいかなと思って今は取り組んでおります。上原さんは全然スタッフじゃないですよ。はい。スタッフ全然違います。はい、はい、いつも応援してくださる、優しい方です。ありがとうございます。はい、いいんですよ、皆さんも一人200円ずつぐらい投げ銭してくれればいいですよ。皆さん200円だったらジュース1本ですからね。はい、僕もこれからどんどん人の場所に行って投げ銭しようと思って。投げ銭文化サッカー界でもね、浸透させたいですね。もうちょっとでもなんかもうちょっとでもそういうのがあっても面白いかもしれないですね。そうですね、なんかわざわざ大口のスポンサー探すとかじゃなくても、うん、実際そこに足を運ぶ人とか見る人っていうのが、はい、ちょっとしたことですね、ちょっとしたこと、うん、だけどそれが結局クラブとか選手とかのためになったりすると思うんで、直接的なこうサポートができるという意味では、うん、いいんじゃないですかね、はい、そういうのがあっても、うん、だからそういう意味ではいろいろビジネスの形も変わっていくんでしょうし、うん、まあプロスポーツのこうプロスポーツに対する応援する人たちの関わり方も変わるんでしょうし、そうですね、うん、だから今日僕がつい、はい、ああいいよ喋ってよ。いや、今までで言うとそのね、こうチケット買ってスタジアムに足を運ぶっていうのが一番でしたけども、うん、そうじゃない形の支援を求められますからね。はい、もう一人来ましたよ。お、来た。はい、来た来た。触発されなくていいんで。はい、安田君も本当に嬉しいんですが、はい、触発されなくて大丈夫ですね。はい、すいません、ありがとうございます。すいません、安田さん、いつもありがとうございます。はい、もう、ああ、すいません、安田さんね、いつもありがとうございます。いや、僕なんかたまたま今日ちょっと思ったんで、その5人制の交代についてね、ツイートしたんですが、うん。普通にそのレギュレーションだったらどうなるんですかね。僕はもうなんか来シーズン以降も、そうなんかだってもうこれぐらい日程がタイトで、で試合のやっぱり強度も高くて、うん、選手のやっぱり健康面とか、あ、皆さんすいません、野沢さん、ありがとうございます。と考えたらやっぱりそういう今までずっと3人でやってきたものが、まあ、延長になったら4人っていうのがあるんですけど、うん、はい、試合の質も含めて考えたらなんかあっていいんじゃないかなって思うんですよね。そういう新しい、僕も賛成ですね。5人交代、これもうデフォルトで標準化してもいいんじゃないかなと思ってるぐらいですね。うん、そうするとなんだろう、戦力差っていうのは出やすいんですか。いや、逆に今まで3人しかなかったんで、うん、そのビッグクラブ以外の中堅クラブなんか戦力かなり落として、こうやっぱり15人ぐらい編成でやってたところがある程度拡張されるんで、戦力格差逆になくなっていきそうな僕は気がしてるんですけど、もちろんそのクラブの予算規模とかで獲得できる選手のレベルって変わっちゃうし、でもだからこそ知恵を絞ってそのクラブとしてのスタイルをもっと具体的に構築するとか、まあ、監督目線から言ってもなんかそういう意味では戦い方の部分に幅が出るので、なんか面白いのかなという感じはするんですよね、うん、で僕多分グループの中で言ったのはもう45分も投げんじゃねえかっていう、うん、見る方も多分45分って結構大変だと思うんですね、集中力を保つのが、はいはい、だ45分で例えば選手交代何人できるかっていうのもあってもいいのかもしれませんし、うん、そのハーフずつでね、なんかそうすれば変な言い方すれば試合数を逆にもうちょっと増やしたりとかっていうことは可能性もあったりとは思うし、やっぱり選手の健康面を考えると、うん、もう結構ギリギリまで来てんじゃないかなっていう。そうですね、うんうん、で別に非保持ベースのチームだったらその非保持の部分できちんと働ける選手で、まあ、ある程度のスカッドを作って、うん、でもガンガンプレッシングかけられる選手を要は5人変えられるってことだから、うん、っていう考え方ができると、まあ、僕がもし指導者だったら
その戦力者っていうところは何が基準の戦力者なのって感じになってくる気もして、うん、うん、必ずしもそのボールを扱う技術のレベルの高さとかだけじゃないところで、うん、要は試合をコントロールしたり支配はできるわけだから、それが交代の人数がポンって例えば増えた時に、まあ、切れるカードは増えるわけで、戦い方もそういう意味では、うん、まあ、変えるかもしくはもう一回行くぞっていうことがしやすくなると思うの で逆にじゃあ大きなクラブがたくさん選手抱えたとしても結局それをどう使うかっていうところで必ず難しさが出ると思うんですよね。だからそこら辺のバランスで考えると、その5人交代をなんかそのまま新しいレギュレーションにしたとして、すごいこう格差が広がっちゃうのかどうかっていうのはなんか分かんないかなって気もしたんですよね、うん、みたいな話があってもいいかなと思いました。あ、皆さんありがとうございます。なんかすごいことになってますね。大沢君と2人で分けますんでありがとうございます。ありがとうございます。温かいですね皆さん、うんうん、ちゃんとレッドブル買いますんで。はい、うん、まあでももう10時40分ですか。随分長く話しちゃいましたね。いやいや、あっという間でしたね。はい、でもまあこういう話ができる時間もあっていいんだなって昨日も思いましたし、はい、今日も思ったんで、まあまたやろうと思います。そのまあグループのはグループので運営していくんですけど、はい、うん、まあ、こういう場所でそうじゃない、ね、グループに入ってない方ともなんかこうコミュニケーション取ったら面白いなと思ったので。そうですね、はい、はい、まあ、続けていこうと思いますし、うん、まあ、少なくともシティとアーセナル戦のハットは、はい、そのままライブ配信でレビューいきますので、おそれはそれは宣言しておきます。それはすごいことになりそうだな。はい、うん、カフェのお話もちらりとしてみたって言ってますよ。だから、はい、先月から新解説カフェをやっておりますんで、うん、フラットね、こう我々のこう空いた時間にカフェでも飲みながら会話しましょうということで、はい、まあ、こういうね Zoom を使えて今オンラインでやってるんで、はい、皆さんに、まあ、顔出しは強要しないですけれども、はい、ね、こう会話一斉に皆さんでこう参加してもらってのカフェ運営もしております。そんなコンテンツもあるんでなかなか説明しづらいですけども。まあ Zoom でやってるね。 Zoom でやってて、はい、まあ、例えば明日の夜9時からやりますって言ったら、まあ、期待者は勝手に来る感じです。で、まあ、顔出しが大体8割ぐらいですかね。そうですね、はい、で、まあ、基本的にこっちから話すこともあるんですけど、まあ、質問したい人はそこでまた全然聞きたいことを聞いてもらうっていう、うん、新解説のグループは戦術ゲーム分析初心者でもついていけますか、どうでしょうか。ついていけると思う。いや全然、はい、逆にそういう方も多いですよね。多いんですよ。女性の人もいるんです。で先月もグループ のコメントのやり取りでちょっとゲームのやっぱりボール中心にどうしても見ちゃうからみたいなコメントがあった時に、うん、ちょっと僕が自分のチームの映像をちょっとだけ使って、はい、それで動画作って、うん、出したりしました。その質はさておき、そういうこともやっております。うん、でついていけないって、はい、だからそれ皆さんそれぞれのねこう楽しみ方があるんで、はい、我々も別に絶対ここのラインでまで来てくださいねみたいなことで全然ね許容しないんで。ああ、知識レベルでこことかじゃないですよね。その、うん、僕がよく言わせてもらう前のめりっていうことですよね。はい、でだからね先月の本当に戸田さんが出した動画なんか本当にね、はい、もう初歩の初歩の理解からこう入っていくんで、はい、逆に改めてああいう動画上げてもらえるとね多くの皆さんにうん、とって良かったんじゃないかなと思ってますけどね、うんうん、試合の始まりでどういうところを見てっていうところから始まってましたからね、はいはい、前のめりっていうのはその知ってるってことじゃなくて分かんないことを僕は分かんないから教えてくれとか言えることだと思ってです、うん、でその上で自分も一緒に勉強したいって思えることだと思うんで、それが僕が考える前のめりですから、はい、本当にね、はい、メンバーの皆さんも分かんないことは分かんないって言ってくれるんでありがたいですよね、こっちが。私も、はい、でまあこれがこう言葉だけにならないようにっていうのはいつも意識をして取り組むんですけど、やっぱり一人残らず、まあ、そこに来る人を、まあ、楽しませたりとか、あとは求めているものに対してダイレクトに提供できるように
したいなと、情報を、うん、でそれだけじゃなくてもう少しこう柔らかな気持ちで参加できるような場所を作れたらいいなと思って始めたのはカフェです。はい、上原さんすいません本当にすいません。だからそういう意味では、あとあれですよね、うん、トーキングウィズもありますもんね。あ、それはね、まあ、僕が言うのもなんか変なんですけども、まあ、時間がたくさん、まあ、あったっていう背景もありながら、はい、まあ、1対1で話すってことですよね。うん、お、高島さんありがとうございます。自分を使って皆さんがなんかこう知りたいことを解決したかったらどうぞご活用くださいっていう、うん、はい、そういうものもちょっと、そんなにあの枠はたくさん実は作ってないんですが、設けてやったこともあります。はい、さすがに今月は無理じゃないですか。はい、まあど、まあ一応出してみます、いくつか。ああ、そうですか。あとはだって、まあ、出したものをね、使うか使わないかメンバーの人たち次第なので、うん、まあ出せても多分1個とか2個ですけど。そうですね、はい、まあ、毎月2分ぐらいで売り切れちゃうっていう超激戦ですけど4月 の, あの終わりの方にですね7枠作ってやってみたんですが、はい、あれは間違いでした7、まあ、ちゃんとやりましたけどもちろん、はい、やっぱりその誰かと1対1で、まあ、1時間って言ってもまあそれ以上話してたんですけど、はい、きちんとその人の考えてることに寄り添うというか、まあらかじめその聞きたいことを僕はメールでもらってたんで、うん、それで準備して入っていくっていうのは結構やっぱりエネルギー使うなと思いました。うん、うん、やっぱり納得してもらったり良かったなって思ってもらわなきゃいけないから、はい、それがもしできなかったらもう逆効果じゃないですか。うん、逆に触れちゃうんでなんだよってなるので、うん、だからまあ迂闊にはやっちゃいけないと思ってるんですけど、はい、まあ、自分がちゃんとあのそこに立ち向かえるというか向かっていける気持ちがあるんだったらまあいいかなと、うん、うん、まあ、ルギアさんは今回から参加してくれるそうです。ありがとうございます。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、よかったなと思ってもらえるように、私は全力で頑張ります。はい。はい。よろしくお願いします。じゃあそろそろ終わりましょうか。そうですね。もう何分話しました。100分以上話しましたか。もう100分以上話しましたね。はい。じゃあそろそろ終わりましょうか。そうですね。うん。楽しい時間でした。小田君もありがとうございました。はい、こちらこそ皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。うん、投げ銭もたくさんしていただきまして、本当ですね、たくさんしていただいたので、本当たくさんレッドブル買いますんで、うん、あまり飲みすぎない方がいいと思います。本当にありがとうございました。ということで、今日はこの辺で、終わろうと思います。はい、上原さん最後までありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではそれではこの辺でまたやりますので、その時は気軽に遊びに来てください。はい、はい、で、まあ、できれば新解説で皆さん会いましょうということですね。そうですね。はい、じゃあ最後にもう一回だけページをすみません、はい、ページを出していただいて、出していただきましたね。はい、まあ興味がありましたら覗いてみてください。そうですね。はい、では今日はこの辺で終わりましょう。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。遅くまで。小田君もありがとうございました。こちらこそ、お疲れ様でした。はいはい、失礼します。